はい、こんにちは、ペソでございます。麻雀物語、麻雀物語じゃない、それはパチンコやね。麻雀大会続きやっていきましょう。はい、ジャムさんとサッシュンはね、完全に相手間違えてたよね。こいつばかい？ああ、それっぽいね。へ、ああ、ダメだ。我慢できなかった。トイトイでいいや。ちょっと危険なとこ払っていこう。うわ、拾ってくれたわ。お慰みなんだけどね。色はないな、このペースだと。怖い。今さらデュースを拾ってるんだもんな。リーチ。よし、テンパった。ロン、わざとかい？はい、D のみですね。キュッソが、アンコテルから不計算50歩ついて、24か。はい、ドラは C1 ですね。ローワンかパーワン欲しいね。おお、いつ見えてきた。チー、うん、いつ確定させて。よいしょ、吸っちゃそう。はい、いつドラ1ですね。2000点。あ、一本場2300ね。まああれが一番近道やったかなと。チャッソだ。やられた。いいドラドラ。はめられたね、完全に今のは。
前か。クイズ。竹は落としやね。うかそあんのかでも。ああ、言い訳通したな。ありがたい。ジャンス諦めてない。しょうがないね。ペン三品か。ジャンヌさん関数ピン、あーまたテンパらしたな。うわ、一人負けの様子になってきた。いや、惑わされちゃダメ。チャリアンソギリやった。また40メインビーチなんかしてくる。チャンスあるんですよね。ワンチャンスやけど。はい、いけた。これでダマで張れる。まあ本命は、ピンズやね。やっぱりそば店やね。そば店っていうわけじゃないか。まあすっぴんの横ですよね。サブロッピンで、ティーチタンヤを。ここにあとはやば回ってきた。あ、これはダブトンチャンスかい。勝負つけたいけどな。厳しいなこれだと。これね、トンの出所で変わるな。裏乗れ、あ、裏じゃない、乗ってくれ。完全な、3個狙いになってきたな。ドラ来たらちょっとまた考え変えましょう。後付けだけは入りたくないな。
はこれだね。腹くくるべきだろうね。ドラ開いた時にまた考えましょう。何歳なければね。そういうこと。よいしょ。リーチ。ポン。うん。で、パワン中腕ね。通せる通せる。中腕も通せるからね。これで選択肢を得た。ああ、はい、クモ、危なかった。はい、5人ですね。なんとか2万手まで持ち返してきましたね。雑な麻雀しかし。上がるためとはいえね、一番嫌いなマージャンやっちゃったね。早いよ。トールハイが少なすぎる。イスワン、ワンチャンス。まあ、イソコア通るわね。ほう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 、こえ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 。クモ。ああ、つまられた。イスワンか。おお、危なかったね。ワンチャンスやった。3はね、3面ちゃん。もうちょっとで切るとこやった。ここはピンフで決めたい。こっちだな。ドラヒラエバラッキーっていうところですね。どっちに発展するかで、うん、スーチャピン、ローチュワン待ちでいいか。
あら、ロワンがあと1枚。3枚出てんのか。あー、もういいや、ないでも親やからね、借りてんで。白のみね。ねえ。わあ、久々に来た不調期。これをどう抜けていくかだよね。裏目に立たれると困るな。作りやすさを考えるとこっちになるんですよね。あ、ペン持っときゃよかったな。ですね、ザンク一本場か。あ、一本場じゃない。あ、ごめんなさい、チーピンとドラ勘違いしてない。ダブナンのみですね、すいません。おや、あれかトップ変わらずやん。わー、ひでえ。はい、2戦終わりました。ちょっと大負けの雰囲気になってきましたね。うわー、ダメな時ほんとダメですね。ちょっと次回ちょっとでも盛り返せるように頑張りたいと思います。では今回ここでお開きです。ありがとうございました。さよなら。